ハロー YouTube。 さあ、今回取り上げていきたい電気自動車ニュースになりますが、テスラがですね、2024年第1四半期におけるグローバルにおけるですね、販売台数の速報値を発表してきたと。なんとですね、これ前年同四半期と比較しても、10% 近いですね、これ販売台数の落ち込みを記録してしまったと。他方でですね、BYD に対してですね、バッテリー EV 販売ナンバーワンの座を明け渡していたわけですが、この第1四半期はですね、また、その座を取り返した、このような朗報も判明したと。果たしてですね、これ EV 減速と言われる中においてですね、このテスラの販売台数減少を、どのように見ればいいのかと。特にですね、これテスラについてはですね、北米市場におけるモデル Y の在庫上昇並びに、中国市場におけるモデル3へのプレッシャーの最大化、この2つの懸念点を絡めながらですね、解説していきたいと思います。まずですね、今回取り上げていきたいのが、2024年第1四半期におけるテスラのグローバル販売台数の速報値になります。このテスラに関しては、2024年シーズンの販売見通しに関して、当初から販売台数の大きな増加を見込めないとする発表を行っていたと。それがですね、これテスラに対する期待をなだめるためのものだったのか、それとも2024年の見通しがやはり厳しいと踏んでいるのか、非常に気になっていたわけですよね。特に第一四半期の販売動向によって2024年の成長度合いを見極めることができることからもですね、特に1月から3月シーズンの販売台数には大きな注目が詰まっていたわけです。次に、このテスラの第一四半期における前提条件として押さえておきたいのが、中国や欧州、アメリカという主要マーケット全体において4月から値上げを行うというアナウンスを事前に行っていたという観点になります。つまりどういうことなのかといえば、次の四半期には値上げをしてしまうので、買うのであれば3月までがお得ですよと宣伝していたわけですよね。よって第一四半期の販売台数を最大化というよりも、むしろ第二四半期に見込めていた需要すらも第一四半期に書き込んでしまおうという販売戦略なわけです。その上、アメリカと同等のテスラの主力マーケットである中国市場に関しては、その第二四半期からの値上げ予告だけではなく、指定保険の加入による一律値引きだったり、さらには在庫車両に対する追加の値引き措置などですね、いわゆる販売ブーストをかけるための、年末に行うような販売プロモーションを精力的に展開していたことから、いずれにしてもですね、第一四半期の販売台数を最大化させようとコミットしていた、このような背景が存在していたわけです。そして、その期待されていた第一四半期の販売台数に関してはズバリ386,810台と、前年同四半期と比較しても実に 8.5% もの販売台数減少を記録してしまったわけです。それではですね、このテスラの販売台数減少に関してをどのように見るべきなのかについて、特に懸念するべきは、そのテスラの販売減少に対する説明の内容なわけです。具体的にはですね、これフリーモント工場におけるモデル3ハイランドの生産体制拡充に時間を要してしまったこと、またギガベルリンにおいて郊外における紛争によってですね、輸送線をダイバートしなければならなかったり、ベルリン工場における放火によって工場の生産が一時停止してしまったことを理由として挙げています。ところがですね、これらの理由というのは生産台数の減少という観点での理由にしかならないわけですよね。販売台数の減少の理由にはなり得ない、この点が極めて重要なわけです。よって生産台数の減少は、理由としてはロジックが成り立つものの、やはりなぜですね、販売台数につながらなかったのか、そして裏を返せば、現在グローバル全体でこれまでにはない大量の在庫を抱えてしまっている、このようなことになるわけです。次に、このテスラの第一四半期のパフォーマンスについて、特に現在 EV 販売で激しい戦いが続いている中国 BYD の販売台数とも比較していきたいと思います。まずこのグラフはテスラと BYD それぞれの四半期販売台数を比較したものになります。テスラは紫のライン、 BYD は緑で示されたバッテリー EV と水色で示された PHEV それぞれを積み上げグラフで示しています。まずこの通り、2022年第2四半期以降一貫してテスラの販売台数を大きく超えていると。特に2023年第4四半期に関してはテスラの倍近い販売規模にまで BYD が成長している様子を確認可能です。他方で BYD に関してはバッテリー EV とともに PHEV も販売していることから、販売規模という観点ではですね、既にテスラは BYD に大きく負け越してしまっているもの、あくまでもバッテリー EV というカテゴリーを比較するべきという点も重要なわけです。そしてこのグラフがそのバッテリー EV に限った四半期別の販売台数を比較したものになります。この通り、緑で示された BYD については2023年第4四半期において史上初めて水色で示されているテスラの販売台数を超えることに成功したと。まさにですね、バッテリー EV というカテゴリーでも名実ともに中国 BYD が新たな王者に君臨していたわけです。
ところがこの2024年第一四半期に関しては BYD の販売台数が急減しており、販売台数を落としたテスラではあったものの、再びですねバッテリー V 販売の王者へと返り咲いた格好なわけです。よってこの販売動向だけを見ると、確かにテスラも販売台数を落としているものの、ライバルである BYD はさらに販売台数を落としてしまっていたわけですよね。この点からも EV シフトが減速しているという見方であったり、もしくはBYD の方が販売減少の幅という観点でより厳しいのではないかと指摘されているわけです。ところがこのテスラと BYD の比較に関しては重要な視点が抜け落ちている、この点が最も重要なわけです。まず第一に注目すべきは BYD の主力マーケットである中国市場の第一四半期の特殊性という観点です。というのも中国は2月中に春節という大型連休があるために、自動車マーケット全体が大きく冷え込む月であることからですね、まあ、テスラについては主力マーケットの一つであることは間違いないものの、あくまでも欧米やその他のマーケットにおいても販売台数が多いわけであり、春節の影響は相対的に低いわけです。ところが BYD については第一四半期における販売の 85% 程度を中国国内で販売していることから、テスラと比較した場合の相対的な影響が大きいわけです。実際に昨年である2023年第一四半期を見てみると、その前の四半期である2022年第4四半期と比較して、テスラはむしろ販売台数を伸ばすことに成功しながら、 BYD は販売台数を全四半期比較でマイナス 19.6% と大きく販売台数を落としているわけです。よって何が言えるのかといえば、第4四半期と比較した第1四半期の BYD の販売台数減少というのは何も今回に限った話ではないと、あくまでも春節による例年通りの販売動向であるということ、逆にテスラについてはこれまで一貫した販売台数をキープもしくは伸ばしていたことから、販売台数が減少するというトレンドはやはり注目すべき動向であると言えるわけです。イーロン・マスクに関してもその第4四半期と比較した BYD の販売急減についてを取り上げて、自身のテスラの販売台数減少を正当化するような弁明をツイートしているものの、やはりこれはフェアな比較ではないわけですよね。やはり前年同四半期と比較しなければ正確な比較と言えないと感じるわけです。次に注目すべきはその中国市場における BYD の最新動向という観点になります。というのも BYD に関しては2024年に突入してからというものを2024年モデルとしてかなりの改良および値下げが行われるのではないかという情報が SNS 上で拡散されていたことで、その春節以降に導入される2024年モデルを確認してから購入を決定しようとして、第一四半期の前半戦は買い控えの動きが見られていた、このような背景が存在するわけです。そしてその春節が明けた2月中旬以降、 BYD はリーク情報通りオーナーエディションと名付けられた2024年モデルを発売する全てのモデルにおいて適用と、特に現在注文が殺到中であるのが BYD の売れ筋モデルである大衆セダン新プラスの存在であると、すでに生産能力を超える需要によって納期が長期化してしまっている状況なわけです。これは実際の週間登録台数の変遷を見ても明らかな通り、黄色で示された新プラスは週間 1.2 万台程度で頭打ちとなってしまっていると、これは明確に生産キャパシティの限界であることが示唆されているわけです。その上で BYD の直近の3月と単体における販売台数については 30.2 万台以上と、2023年12月に続く販売台数の多さを実現しており、前年同月と比較して 1.5 倍近い販売台数の伸びを実現していることも見て取れます。よって1月と2月に関しては確かに春節や買い控えの影響で販売台数が落ち着いてしまっていたものの、3月は明確に販売台数を伸ばし始めているということ、そして3月単体での生産台数についてはズバリ 29.6 万台と販売台数の方が超過してしまっているわけです。要するに現在 BYD に関しては生産能力を超過する需要を抱えているために、4月以降の Q2 については歴史上最高の販売台数の達成に大きく期待することができるわけです。ところが問題視するべきはテスラが Q2 以降どのように販売台数を伸ばしていくのか、この観点になるわけですよね。というのも冒頭も取り上げた通り、実はテスラは主要マーケットにおいて4月1日から値上げを実施済みであり、これは Q1 においてあらかじめ予告されていた動きです。よって Q1 の販売台数の最大化を既に実現してしまっていたわけであり、それで前年同四半期を 10% 近く下回る販売台数の落ち込みを記録してしまっていたわけです。裏を返
返すと、 Q2 以降については在庫も抱えていることから全く一から需要を開拓する必要があるわけですよね。それが値上げされてしまっていることから、少なくともほどなくして追加の値下げ措置を実施せざるを得ないのではないかと推測可能です。その上懸念するべきは BYD とは異なり、テスラは2024年モデルにおける大幅な改良であったり新型モデルの投入などが一切計画されていないという点です。したがって BYD は新たな需要を掘り起こすことができ、実際に現在需要が供給を上回っているものの、テスラについては新たな需要を掘り起こすことに大きく期待することができないわけです。特に一部のアナリストが指摘する通り、現在在庫車両が最も溜まってしまっているのが北米におけるモデル Y の存在です。主力車種であるモデル Y をどのように売りさばいていくのかと、すでに事前値上げアナウンスによって Q2 の潜在的な需要にまで手をつけてしまっていることから、まずはこの在庫車両の処理についてテスラがどのような策を講じてくるのかに注目しなければならないと思います。そして本チャンネルがそれ以上に注目したいのが何といっても中国市場の存在です。すでに Q1 の最終週であるウィーク13における週間登録台数が判明済みです。このグラフの通り、本チャンネルが懸念した通り Q1 については前年同四半期の累計登録台数を割り込んでしまったことが判明しています。ただしその落ち込み比率はおおむね 2-3% にとどまったことから、実は中国市場に関してはまだなんとか持ちこたえたと捉えることが可能です。裏を返せば Q1 でまずかったのはやはり北米なわけですよね。 Q2 に関しても打開策が見通せないということになると思います。しかしながらこのなんとか持ちこたえていた中国市場に関しても Q2 は極めて厳しい見通しです。特にまずいのがモデル3の該当する EV セダンセグメントのレッドオーシャン化という観点です。このグラフはモデル3の競合となるプレミアム EV セダンの登録台数の変遷を示したものになります。この通りハイランドとしてモデルチェンジを果たした後、特に Q1 に限ってはモデル3は週間3000台がマックスと期待を下回る販売ペースにとどまっており、そして問題はちょうど4月3日から納車がスタートしている XiaomiSU7、 さらに8日に再ローンチが行われる見込みの Farway Luxeed S7 並びに Farway Inside の Avatar 12、 もちろん元旦から納車がスタートしている Zeekr007 などを含めて、まさに役者が完全に出揃ったことで血みどろの戦いが幕を開けようとしているわけです。もしもモデル3の登録状況が芳しくない兆候が確認されてしまった場合はですね、中国市場においてもさらなる販売減速は避けられないわけです。よって Q2 全体にも大きな悪影響を与えることになるわけです。はい、いずれにしてもですね、これテスラの2024年 Q1 における販売台数についてはアナリストの予測をはるかに下回ったことでかなりざわついているわけですね。何よりも北米におけるモデル Y の在庫が記録的となってしまっているということ、その上中国市場においてもいよいよ販売台数が前年割れとなっているということ、またその中国市場においてはモデル3の競合が出揃ったことで販売台数を維持することが容易ではなくなっているということ、何よりもテスラは Q2 においてモデル3の新型パフォーマンスグレードはあるものの、モデル1についてはモデルチェンジの動きがないことで新たな需要を喚起する方策が値下げくらいしか存在せず、しかもすでに事前値上げアナウンスという販売戦略によって Q2 の一部の需要を掘り起こしてしまっていたことで早々に値下げするというのもやりづらい。他方でこのテスラの販売減速をもって EV 減速とするのはあまりにも飛躍しすぎなわけです。何よりも BYD は現在生産能力を超える需要を抱えており、 Q2 については BYD がテスラの販売台数を追い越すポテンシャルすら秘めているわけです。もちろん中国市場における SU7 の登場によってさらに値下げ戦争に拍車がかかっていることで EV 販売がさらに加速することにも期待可能なわけです。何にせよですね、テスラの最大の問題はテスラの強みでもあった継続的な改善という点が少なくともハード面では見られなくなってしまっていることで、これ以上需要喚起することが難しくなっているという点ですね。すでに搭載バッテリーやモーターについては私の所有する2022年モデルと同じであるということからもですね、継続的な改善を行わなければそれは特に中国勢を筆頭とする競合の突き上げに遭うことは当たり前です。その上新型モデルについてもサイバートラックはあるものの、バンや小型 EV に関してはあと何年も経たないと出てこないということからですね、結局メキシコ工場の操業もかなり後ろ倒しとなってしまっているわけです。はい、いずれにしてもですね、特にですねこれ販売台数が減少するということで一番問題になるのは工場の稼働率です。特に上海工場ですね、これマザー工場になってますが、ここのですねやっぱり稼働率が落ちるということはまさにですねこれテスラの収益性に直結、大きな悪影響を与えることを意味しますので、特にですねこの影響が明確に出てくるのはこれ Q2 以降、よってですね Q2 の決算で
大きな影響が出てくるだろうと、まあ、思いますので、4月、27日ですかね、Q1 の決算が発表されますが、まあ、このですね、決算内容も含めながらですね、さらには特には私自身も注目しているですね、中国市場、本当にですね、これまで通りテスラはブランド価値だけで販売台数を維持することができるのかと、まあ、この点についてもね、販売台数、週間保険登録台数なんかもね、数値も定期的にですね、これ情報アップデートをしていきたいと思います。そんな感じで、いってらっしゃい。